時勢に見る武将の死に際、宇喜多秀家の不沈激しき生涯。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は時勢に見る武将の死に際、宇喜多秀家について紹介していこうと思います。宇喜多家は若くして太閤秀吉に寵愛され、一時は豊臣政権の若き御大老に。しかし最後は絶海の孤島で生涯を閉じると、誠に不沈の大きい一生でした。宇喜多秀家の時勢。御母大の種や植え兼この寺へ、緑の松のあらん限りは。私の母大を弔ってくれるこの寺へ、永遠の緑を伝える松の種を植えよう。仏と縁を結んだ私の長い一生の証に。仏との縁を歌った穏やかな時勢らしい歌ですが、さて本心だったのでしょうか。ここに歌われているように、宇喜多秀家は長い一生を生きました。関ヶ原合戦に参陣した大名の中では一番最後まで生き残り、84歳でこの世を去ります。しかし人生の後半の50年は八丈島の流人生活という不自由な暮らしでした。天下人秀吉に寵愛され、御大老にまでなった秀家の後半生に何があったのでしょう。秀家誕生。宇喜多秀家は元亀3年1572年、岡山市北区の備前の国、岡山城城主宇喜多直家の次男に生まれます。幼名は八郎といい、天正9年1581年には父直家が病で亡くなります。天正10年1582年に織田信長より本領を安堵され、家督を継ぎました。直家はこれから宇喜多家は織田家に隷属して生きねばならぬと見抜いていたようで、秀家を織田家の人からも愛されるような明朗快活な少年に育てました。ただそれが過ぎたようで、苦労知らずのお坊ちゃんに育ってしまい、人間の負の感情があまり理解できないようでした。信長亡き後、宇喜多家は秀吉の帰化に入りますが、秀家はまだ年若く、周りの家臣たちが支えます。秀吉の養女郷姫との結婚、秀吉の死。そんな秀家にも結婚の話が持ち込まれます。相手は前田利家の実の娘で、秀吉の養女になっていた郷姫です。天正16年1588年以前にこの婚姻は整っていましたが、秀家はよくぞ前田家の娘をめとっていたものです。秀家の八丈島での暮らしも、郷姫の実家加賀百万石前田家の援助で成り立っていたようなものですから、秀吉は可愛がっていた郷姫の婿に迎えた秀家に何かと良くしてやりました。それは年若く先の長い秀家に、幼い秀頼を助け、将来の豊臣家を支えてほしいとの思いからです。慶長2年1597年、秀家は徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝とともに最年少の御大老になります。慶長3年1598年、豊臣秀吉がこの世を去りました。順風満帆だった秀家の運命に影が差し始めます。宇喜多騒動。慶長4年末には早速宇喜多騒動が勃発します。秀家と宇喜多家の重臣たちとの対立ですが、この騒動で直家以来仕えてきた家臣団や一門衆の多くが宇喜多家を去りました。彼らは戦や家中運営を中心になって担っていた優れた人材で、この騒動がその後の宇喜多家の衰えにつながります。宇喜多家を離れた何人かは家康の庇護を受けました。関ヶ原では西軍の主力となるも敗戦、逃亡生活に入る。慶長5年1600年の関ヶ原合戦で実質的な西軍の大将格となった秀家は、
よく戦いますが、大勢は覆らず敗北。逃亡生活が始まります。戦場を離脱した秀家は、わずかな手勢を引き連れて、伊吹山山中をさまよいました。危機的状況もありましたが、かくまう者もおり、近江から大津、大護を抜けて、伏見からは船で淀川を下り、大阪へ逃れます。その間にも、西軍に組した諸大名には、打ち首や改易、減俸の処分が下されていました。秀家は、豊臣を慕う気風の濃い髪型に潜伏を続けていましたが、いつまでもは持ちません。家臣の新道氏が、薩摩の島津のもとへ逃がそうと考えました。この髪型での潜伏中は、妻の里である前田家の助けがあったようです。秀家、薩摩入国。慶長6年、1601年6月、秀家は無事薩摩へ入国します。船で瀬戸内海を通ったようで、到着したのは薩摩半島の南の端、鹿児島県指宿市の山川港です。島津忠常は後に秀家の入国を、不意にこの国へ走り入られ候と述懐しているように、秀家の亡命は唐突なものでした。浮田家家臣の新道氏から秀家亡命を持ちかけられた時、忠常は父義弘、叔父義久と相談を重ねます。実質的に天下を掌握しつつある徳川が追っている亡命者ですし、島津自身が徳川との和議を結んでいません。自分たちこそが処分を免れたままの中ぶらりんの状態でした。そこへ受け入れるのですから、慎重を期さねばなりません。相手は元五大老の大物です。相談を重ね、占いまでして、めでたきこととの答えを得た上で受け入れました。6月29日付の忠常宛ての書状で秀家は、名を清源、続いて久福と改めたとの報告をしています。出家しての報告ですが、何やら少し休んで、また大名に返り咲く思惑が感じられます。秀家は薩摩では桜島を一望する大隅牛根郡、鹿児島県垂水市に住まいを与えられました。秀家の処遇、除名は聞き届けられるも島流しに。慶長7年、1602年4月、徳川との講和を結ぶため忠常が上洛し、島津氏の本領、薩摩、大隅、日向諸軍が安堵されます。同時に秀家の除名交渉が始まりました。翌慶長8年8月6日、秀家は島津の家臣、桂太郎兵衛を護衛役に、前走、南保文士を交渉役に伴い、薩摩を出立します。8月27日に京都伏見に到着した秀家は、各方面に除名嘆願の助力を求め、忠常も遠島、遠国の沙汰が下ってもいいから、一命は助けられたいと諸方に協力を求めています。9月2日、家康は秀家を駿河の国に移します。しかし、駿河での生活は長くは続きません。慶長11年、1606年4月、最終的に秀家の八丈島流罪が決定しました。秀家はまだ34歳の若さでした。八丈島へ流罪、浮田流人。秀家と共に八丈島へ向かったのは、二人の息子、秀隆、秀次や元加賀藩士、村田助六ら従者を含め計13人です。秀家らは八丈島では、大賀号というところで暮らしました。彼らは島では、浮田流人と呼ばれ、島の代官とも交流を持ち、時には宴席に呼ばれるなど、特別待遇を与えられます。とはいえ、その生活は厳しく、当時の八丈島では米が取れず、彼らの生活は、旧親や親族など、ゆかりの人々からの援助が頼りでした。浮田騒動で秀家の元を去った花房秀成や関ヶ原での敗北の後、
秀家の潜伏を助けた新藤三左衛門はいずれも白米を送っています。浮武が没落した後、秀家の妻郷姫は高大院の北の万所の下で暮らしていました。彼女の実母前田利家の正室宝春院松は特に白米のほか片平や漁師を送りよく助けています。かつては世の花形の若武者であった婿の零落した姿に思うところは深かったのでしょう。八丈島での秀家たちの生活を支えたのは主に前田家からの物資で、1年おきに白米70俵と金子、薬、カミソリ、扇子など島で手に入れがたい生活物資も送っています。しかし島からは機会を捉えては前田家へ援助願いが届きました。加賀藩も時にはまたぞろなどと呆れています。八丈島へはちゃんと八丈島御用船という便船が通っており、加賀藩と幕府や八丈島代官との連絡は加賀藩江戸藩邸の引き番役の者が務めていました。とはいえ海が荒れれば便船は欠航しますし、秀家たちの生活は常に飢えとの戦いでした。厳しい島の生活なれど案外ゆったり暮らした秀家、島での暮らしは相当厳しかったようで、ある時福島正則の酒を運ぶ途中の船が嵐に遭い八丈島に流れ着きました。するとどこからともなく男が現れ、酒を分けてくれと頼み込みます。その男とは実は秀家その人で、福島の家臣はかつての五大老の一人の昔に変わる姿を大層哀れみ、酒一樽に干し魚を添えて送りました。三代将軍家光の頃、加賀藩主前田利常の使いの者が訪ねてきて赦免を願い出てはどうかと伝えました。徳川の天下も安泰し、時も過ぎた今なら許されるだろうと踏んだのです。しかし秀家は徳川に仕える気などないとこれを断り、釣りに興じる日々を送りました。自然豊かな八丈島で84歳の長寿を保ち、明暦元年11月20日に亡くなります。法名は孫光院、死因や最後の状況は伝わっていません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。